こんにちは、黒田和義です。深尾太子さんです。よろしくお願いします。はい、今日はビートルズの名曲、ちょうどうちのブログでもああだこうだって話してて、何回かシリーズにわたって書いてはったよね。そうだから、こういろんな人がいろんなことを教えてくれるから、いいよなと思って。このノージャンウッドってやつですか。これバディ・リッチが演奏してるのが俺一番最初に、大学生のところをよく演奏したのかな。ああ、そうなんや、さすがドラマ。そうバディリッチのビッグバンドのアレンジがあって、あれ結構早い段階でなんか演奏されてるから、その後に有名になったのがハービー・ハンコックの、90年代よね。そう、あれはもう本当リアルタイムで買ったし、あれが出てからめちゃくちゃこの曲やる人増えたよね。そうかもね、確かにね。ジャズのレパートリーに入ったって感じだね。そうだね、でもまあそうやって考えるとモラディリッチって相当昔にやってはいるんやけど、まあ、あのアルバムのハービーのアレンジがものすごくこうなんていうか神秘的な感じがして、で、あの曲がもう神秘的な感じがもうどう考えても俺もノルジャンウッドやと思ってて、もうノルウェーの森やと思ってたんですが、実は森とちゃうと。ね、その辺を喋っていこうか。やっていきましょう。はい。はい。まずこの This bird has flown っていうのは、もう鳥が飛んでったんだよね。飛んでたみたいな感じやな。それ女の子のことを言ってるのかね。そうだよね。This bird は女の子だよね。そう。だから僕のイメージ的にはなんか森のノルウェーの森のおとぎ話のお話なのかなと。ああ、なるほどね。確かにそんな感じがする、ね。そうやって思ってる人はめちゃくちゃ多いんちゃうかなと。なんかウッドっていう言葉が、ウッドって単数で言われると木材とか木とかいう感じで、なんか woods、なんか S が入るとなんかフォレストよりもちっちゃい版のこう森みたいな感じもするけど、でもあえてこうやっぱり木とかよりは森って言った方が語感がいいし、イメージもこう湧くから、広がりがあるから、こう一個の木よりもそんな感じで森っていう名前になったんだろうなって感じがするよね。ああ、そうなんや。でも森っていうイメージ、でもまあ曲の内容から見ると森は全然出てこんもんね。そうだね。なんていうの、小説、有名な小説がさ、日本人には影響してるんじゃない？ノルウェーの森って言ってるから。村上春樹さんが書いてんねんけど、僕は村上春樹さんが大好きで、まあ結構たくさん読んでるんやけど、全部ではないけど、まあまあ有名どころは読んだし、短編集も結構読んだんやけど、あとね、俺トルーマン・カポーティっていうその、作家がいるんよ、有名なのがティファニーで朝食を、で、あの人のなんかまあ英語の文体自体が、多分トルーマン・カポーティ好きって書いてあるし、村上春樹さんがあの辺に影響されてんで、トルーマン・カポーティのティファニーで朝食をは村上春樹さん役の本があるね。そうなんや。そうすると村上春樹さんの本っぽいなと思って結構読んでたんやけど、その登場人物が、あれ見た？オードリー・ヘップマンのやつは。まあ見た。もっとはちゃめちゃな感じで、どこ行ったか分かれへんみたいな感じになってしまう、なんか本当はストーリーで、だからあれは最後なんか彼と一緒に結ばれてしまう、猫探して結ばれてしまうってシーンがあるねんけど、あの二人は結ばれないっていう感じだったかな、確か小説は。ノルウェーの森は村上春樹さんが買い取って、でこの間ちょうどテレビでもやっててさ、なんかこう本の表紙が真っ赤に緑の文字と緑に赤の文字になってるやん。で、文字のフォントは震えるようなフォントを作ってくれって村上春樹さんに特注されてて、初めて作ったんやって。だから震えてる感じの文字になってて、なるほどね。で、そう、赤は生命を意味してて、緑は死を意味しててみたいな。で、当時ちょうど学生運動が起こって、ものすごくこう自殺する人が周りに多かったらしくて、ものすごく村上春樹さんもそれに対して嘆いていたことがあって、その何代じゃないの？
え、この本って80年代の本、80年代に出たけど、あの舞台は1968年、話の中のそうストーリーにな舞台になってるのが60年代そう、ちょうど村上春樹さんが早稲田大学に行ってて、そうで学生運動を横目によく見ていて、はいはい、周りで自殺して亡くなっていく人が多かったから、これ要は生と死は反対ではなくて隣り合わせで生きてるっていう意味で、赤が生命で緑はその森で自殺する子がいて、その緑が死を意味しててみたいな、それが隣り合わせになってるっていうなんか意味もあるんやって、なんかまあいろいろ深いで、まあその回り道したけど、何が言いたかったかというと、村上春樹さん自体は多分これがウッドが誤訳やって知ってたと思うね、知ってたと思うけど、それを題材にあえてノルウェーの森にした、森と言った、そう感じるけどね、なんかイメージ的には、そうだね、そうだね、そうすると結局そのあの小説の中にも森が出てくるし、うん、でもあの小説の中では ある男の子がある女の子が大好きでみたいな、こういう雰囲気のシーンがいっぱい出てくるんですよ。で一番最初にあのこう飛行機から降り立った時にこうノルウェーの森がビートルズのノルウェーの森がかかってるっていうところから始まるんやけど、それをこうなんかこう物語にしたんちゃうかなみたいな感じだから、この歌詞の空気感にすごい似てる、ノルウェーの森自体はね、だからすごいよく作られてるかなと思う。なのでノージャンウッドっていうのはなんかこう誤訳って分かってたけど、なんかその方が売れるんちゃうかみたいな思惑もあったんちゃうかなみたいな、その美しいよね、全体的に、全体的にね、うん、でもここで、まあ最初入っていくと I once had a girl やから、まあ、この had のイメージがこういうのって、うん、I had a girl once ってのは前のことやな、前、うん、昔とかちょっと前 I once had a girl、 彼女と付き合ってたって感じだよね、うん、そうか、うん、なんかこう引っ掛けた、なんかこうナンパしたっていう感じの訳をしてる人もいるけど、ナンパしたっていう具にダイレクトにはならへんかな、 I had a girl、 うん、一般的にあのそのそういうシチュエーションだったっていうことやから、うん、なんか I picked up a girl みたいな感じだったら本当あの道端で、うん、あの声かけたみたいな感じやけど、うん、I had a girl やから、うん、あえてナンパしたとかその時だけの関係だったみたいなのは、うん、ダイレクトには来ないけど、それもあり得る。あり得る。うん、I had a girl、うん。その日だけの関係でもあるし、もしかもうちょっと長い関係もどっちもあり得るな。うん。あれ、ピックアップやってよ。あ、ピックアップ。いや、そうね。I picked up a girl。それはちょっとほんまにナンパしたみたいな感じになるけど。俺がナンパしたよな。まあ、I once had a girl やと、なんか、彼女がその存在が、その子が周りにいたことが、いたことがある、付き合ったことがあるみたいな、うん、その女の子自体はなんかこう向こうが惚れてるとも取れるし、こっちが惚れてるとも取れる、そうね、同等だよね。 I once had a girl やったら、うん、まあ、付き合ってたよって感じ、ね、付き合ってたか、で Should I say she once had me、 あ、だからまあ彼女が僕のことをなんかあのなんつうか she had me、 例えば、うん、もう you have me とか言うと、もうあのあなたにも完全にも屈してる感じ、もうあの言う通りにします、あなたは素敵やから、うん、もう惚れてるからもう言いなりになるわっていう感じも、うん、she had me とか you have me とかやし、うん、なんかニュアンスはいろいろあるよね。 She had me、 だからもうあの彼女に惚れてたんだよねもあるし、もうちょっとどっこんだったんだよ、うん、彼女に振り回されてたんだよね的なものもあるし、うんうんうん、She once had me やと彼女が自分を持ってったの方が、こっちの方が彼女が優位、彼女が優位、そうそうやな、うん、もうあの彼女の言う通りって感じ、うん、こっち側ではなんかそのいや俺の女がおって、いや俺彼女の男と言うべきかみたいな。そうやな。 I had a girl に、なんかあの
自分を主体にした感じはあんまりないけど、うんうん、He had me にした途端、あ、こっち彼女の主体性はすごい大きい。あーはーはーはは。I had a girl at, I had you とかはそんなにやけど。そう、I の主語はどこでもいっぱい出てくるから、うん、I そんなに重きを置いてないけど、うん、そこを She had me っていうことで、うん、あの、いや、彼女が主導権握ってた感はいっぱい出るっていう感じが、ここを2段目で置き換えて言ってる、置き換えて言ってるってことはかなりこれが大事な、そう、主題性し雰囲気やね、主題の定義やね、うん、で、彼女がショード、私に見せた、僕に、私に見せた彼女の部屋をってことで Show me her room、 なんかお部屋に連れてってくれた、連れてってくれたって、まあいいよね、こっちの方がいいよね、連れてってくれた、ナンパしたは消しとこうかな、そろそろ。ナンパしたかどうかは分かんないね。ナンパしたのかもしれないけどね。まあ、そういう、なくはないみたいな。まあ、なくはない。She showed me her room やから、その日に会ったばかりっていう可能性はあるね。She showed me her room。今まで行ったことないから、その日。うん。うん、確かに。あんまりだからそこは、こう、どっちでも撮れるから、自分の撮りたいように撮ったらいい。そうそうそう。なんかこの歌詞、全体的にこう、聞く人の解釈に任せるところって大きいよね。うん、あまり説明しすぎてないのが、それがかえっていいんやろね。だよね。うん。Isn't it っていうのは何々じゃないって感じだから。いいでしょって感じ。うん、ノージャンウッドってことは、このウッドがウッズやと森やけど、ウッドやと、ね、まあ。なこれがなんかウィキペディアとか読んでるとさ、やっぱりあの、うん、このその当時に、うん、ロンドンで流行ってた、うんうん、お部屋の壁紙でさ、うんうん、なんかあのその木、木目調の木の安っぽいんやけど、そういうのが流行ってたらしいの。ノルウェーの木目調でいいでしょって言ってるんだって説明してあるのもあるし、うんうん、もしくはあのノルウェーの木は実はその暖炉にくべる木とかで、あとであの火をつけるとかいう言葉が出てくるから、うん、あ、そうかそうか、暖炉にくべる薪みたいな、そういう風に取ってる解釈してるのもある。でもそのポール・マッカートニーはそのロンドンのなんとかだといい、あの壁紙だと言いましたみたいなことがウィキペディアに書いてたりするから、まあそっちなんから、まあどっちやろ、あ、その辺の解釈も聞く人の想像に任せるっていうのも含めて、ノルウェーのさ木いいでしょぐらいに解釈し書いとくと、うん、人がどっちでも取れるかなっていう。あ、なるほどね、うん、まあ、イメージ的にはこういう、こうお部屋に連れてってくれて、まあ、ここに森はないから。そうだね、うん、でもこの森の絵が描いたペインティングがあったのかもしれないけど、そうかもしれん、うん、そうですね、うん、Isn't it good? まあ、森とも取れなくはない、取れなくはない。いや、いや、アメリカ人の人が聞いて Wood っていう単数形で森を想像するかどうかはちょっとわからんけど、ね、あー、そうやな、うん、そこら辺はやっぱり、やっぱり森とは素材か木一本が、うん、そのそういうパターンかみたいな、うん、そっちになるって感じな、なるかもね、うん、ただそのグッドとウッドをあのインフマせたいから、グッズになったらやっぱインフマへんし、あー、グッドと Isn't it good? No, じゃん、グッドにしたいと、そうそうそう、したいからね、うん、なるほど。まあやっぱりこう歌詞ってそういうこうインフムために無理やり持ってくるとこある、ね、うん、無理やり単数形にしたりとかいうのがあるな、で、まあ、She asked me to say to stay か、She asked me to stay, she called me to sit anyway、うん、止まるように言って、She told me、to sit anywhere、 どこに座ってもいいよと言ったと、どこでもどこも好きなとこ座ってねって感じ、うん、で、そう、I looked around、まあ、見渡したら、うん、I noticed there wasn't a chair、 だから椅子なんかなかったってことね、そう、椅子が一個もないってこと、椅子割れって言うなんやろうみたいな、そっか、で、I sat on the rug、 そう、ラグっていうのはあの、あれやな、カペットのね、布みたいな感じ、いや、ラグって言ったらほんまあのなんていうの、あの、いや、かペルシアの絨毯じゃないけどさとかでもあるし、うんうん、普通にラグ、何でもあの下に引くカーペットは結構何でもラグ、はははか、なんていうの、ソファーの前にちょっと置いてるテーブル線、テーブルの下に引いてあるようなああいうラグとか、うんうんうん、もしくはバスルームのあたりにちょっとちょろっと引いてあるやつとか、あはは、ああいうのラグっていうの ね、 そうですね、まあカーペットみたいなのに座ったと、でカーペットって言うとなんかお部屋中全部引いてる感じが
しちゃうかもしれないけど、ラグって言うともうちょっとアクセント的な感じがあるかな。はははははまあ、なんせ床に座るほかなかったんだよね、椅子がないから。椅子がないからね、うん、でそのどっかに座るっていうよりはちょっとそのラグがあの座っても良さそうな場所があったから座ったって感じだよ。はははで、binding my time。 そうそうそう、bind my time。 なんかよくあの patiently のまあ我慢強く、うん、待つって感じ。よくそのこういうフレーズ使うのはなんかこう会社辞めるまでちょっと時間の潰すとかそういうのはよくなんか書いてたりしてんけど、バイマイタイム。でもなんせこうじっとちょっといい機会を狙ってじっと待つ感じかな。バインディングマイタイム、ドリンキングワイン、ウィートークアンティルトゥ。バインドって、寝るっていう意味？バイドがね、よくわかんないの。ただ、うちの夫にもね、バイドマイタイムのバイドって何って言ったらわからん。こうやって。バイドマイタイムは何って言ったら、あの、じっと我慢強く待つことみたいな、そういう速度が返ってきた。ああ、なるほど。バインドって、あの、バインダーのバインドやもんね、確かに。それはバインドだよ。B-I-N-D だよ。これはバイドか、これは。B-I-D-E だよ。バイド。バイドは、あ、そうか。調べてくれてて。あ、チャンスを待つって書いてあるわ。あ、じゃあもうこれ自体がそういうことない。バイ。ファインディングマイタイムだともう、即答でなんかチャンスを伺ってるって感じ。待ってるって感じ。ちょっと我慢、ペイシェントな感じ。で、ドリンキングとバイディングはかかってるの？かかってるわけじゃなくて、まあでも。まあ、ワインはなんとなくかかってるぐらいけど、じゃ遠い。うん、多いね、うん。で、We talked until 2。Until 2の2は2時、夜中の2時ってことだ。夜中の2時か。うん。あの、2時までの間ずっとっていうことだもんね、until っていうのはね。ずっと喋って。And then she said, It's time for bed. そうそうそう。もう寝なきゃって言われたと。ベッド、そう、寝る時間よねって。これにさ、一緒に寝ましょうの意味はないの？あの含意図として含んでることはあっても、うん、この言葉自体にはない。It's time for bed は子供にも言う。うん、そうやね、うんうん。寝る時間よって言うから、普通に寝る時間よっていうだけの意味やな。うん、ここにような彼女の中に意図はあったかもしれないが、この言葉自体はそうだけ。うん、そっかそっか。じゃあ、She told me she walked in the morning and started to laugh.彼女は私に言った、働いていた。これはだからあれやね、この思い出してるから過去形になってるわけやな。このそうさ、主体の文章が過去やから、うんうん、work も過去になってるけど、今の文やったら、うん、she tells me she works in the morning、うん、働いてる。だから要するに朝働いてんねんっていう感じやな、ね、うん、っていうふうに言ったっていうことやな。で、まあStarted to laugh か笑い出したと。で、I told her I didn't、I told her I didn't で、僕は働いてないよ、朝働いてないよっていう意味？そう、朝働いてないよって感じ。これがまあ、いろんな訳をしてる人があって、うん、僕は働いてないよ、暇だよって言ってる人もあるし、うん、僕は朝は働いてないよっていう意味もあるし、どこが I didn't なのかが分かんなくて、うんうん、She 彼女は works in the morning のその work とだけを、うん、働いてないって言ってるのか、うん、She worked in the morning を全部含めて I don't work in the morning。 そう、朝は働いてないよ。他だから完全に暇なのかどうかこれ見たら分かんないけど、うん、で、あ、僕はそうじゃないよっていうのだけは、うん、だからそう、まあ、要はもうちょっとなんとかしたいって思って、そうそう、朝忙しくないから僕は大丈夫って、うん、かなって。え、クロールでは、クロールはこれやろ、これやからこう這うとかそういう意味があって、クロールオフトゥースリープインドバース。クロールオフ、オフはどういう感じや。オフっていうのはなんかWalked off. なんかそこから去っていく感じ。ああ、そか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 。この今の場所からオフするっていうイメージね。そうそうそう。Walked off to sleep in the bath. バース。このがお風呂
で寝たってことやねんけど、そのバスタブで寝たのか、うん、お風呂のその辺でゴロンと寝たのか、うん、まあ、sleep in the bath って大概言うとバスタブでこう寝ることやとは思うけど、うん、まあ、バスタブで寝たって言ってもいいし、お風呂で寝たって言ってもまだ、うん、なんかラフとバスをかけてる、それでもない。まあ確かにね、こう近いね、近いね。ね、あの歌ってたらその辺は音的にかぶるよね。なるほどね、うん、これはいいんやと思う。とそうかそうか。じゃあまあかなりだからあれやね、だからもともとのイメージのこのノルウェーの森のおとぎ話とはだいぶ違う。違う、確かにね。だからそのノルウェーの森のおとぎ話じゃなくて、その村上春樹さんの小説のこう若者たちのアーダコーダの方にちょっと近いかもしれない。近い感じ、うん、そんな感じがすごくするかな。うん、で、また最後に同じメロディが来て、And when I woke, awake の過去形やもんね。で、起きや、目を覚ましたら、I was alone, 一人やった、This world has flown, あ、そうか、ここに、これを主題にしてるのか、最初。鳥は飛んでったっていうのはもう彼女が逃げてったっていうイメージなのね。そういうことやな、仕事は行ったんじゃなかな。うんうんうん。で、そう、あれリットは、リットはライトっていう意味か。そう、ライトの過去形だね。ああ、そうか、ライトの過去形。火をつけて、はい。何に火をつけたんやろとか、ここが論争を巻き起こす。そうやね。放火したんかとか、あの、だからそれこそ暖炉に火つけたんか、タバコに火つけたんか。ああ、はあ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 。なんだろう。でもまあ、なんせ火をつけた。で、ノルウェーの木っていいでしょ。これも本当にあの解釈いっぱいあるよね。うんうん、書き方だよね。だ説明しすぎなくて。そうやな。なんせ彼女は飛んでて、なんだ、ち、俺一人みたいな感じなの。感じがするよね。うん、で、まあ、でもなんかイメージ的には俺なんかタバコに火つけて、なんか、まあ、ノルウェーの木いいでしょっていう感じがいいのかなとは思うけどね。なんか。ノルウェーの木いいでしょ、Isn't it good? Norwegian wood って言ってんのが、彼女の言葉を思い出してリフレインでもう一回繰り返して、頭の中で彼女の声が響いてんのか、うん、それともこの木いいよねって自分でなんか笑いながら、苦笑いしながら言ってんのか、うん、わからんけどね。わからん。でもその辺、まあ、答えはないけど、まあイメージ的にはおとぎ話とはだいぶ違うよっていう話かな。そうだね。実際なんかあったエピソードをもとにこう詩的にポエティックに書いたんやろな。まあそんな感じはすごくするよね。ダイレクトに書きたくないのもあってこういうふうになったんやろなって感じは。そうだね。うん、描かれてる女性はこの人だったかもあの人だったかもみたいなこともいろいろ書いてるよね。そうかだな。うん、まあいろいろあったやろしね。でもまあそのノルウェーの森っていう感じではなくてノルウェーの木でも、ノルウェーの木とかノルウェーのなんか部屋とかって書くともう一つなんかこう神秘的な感じがしんやん。そうだよね。そこを森って言い切らはったのはすごいよね、ある意味ね。すごいと思うよね。うん、そう、あれはだから今ちょうどノルウェーの森もう一回俺 もう4回目ぐらいかな読むの。そう、でも全然忘れてて、あの大筋は覚えてたけどめっちゃ神秘的というか、村上春樹さんのこう歌詞の表現、歌詞というか文体の表現がめっちゃ好きで、うん、うん、なんかこうジャズに似てるかな。なんかその小説一冊読んで何かが起こったっていうことは、まあ一応まあノルウェーの森はいろいろあるねんけど、そんなに大きなファンタジーがあるわけでもないけど、ファンタジーみたいな感じ。うん、そう、ただただ主人公が部屋にいてご飯を食べたりしてるだけの表現で、なんかこう物語が生まれてしまうみたいな、そういう文体なんで、ね、だから村上春樹さん自体もねジャズ喫茶やってはったから私ね、うん、そうそうそう、佐山さんがずっと通ってたって言って、僕のねメルマガのそのリスナーさんで2人ぐらい通ってた人。ああ、そうなんや、すごい。リアルタイムで知ってはんねんや。そう。で、それで、マスターが村上春樹と一致せんかったって言ってたよ。なんか、マスターって呼んでたから、全然知らんくって、その後店がなくなったのは知ってるけど、
でノルウェーの森を書くまでは、この小説で手応えを感じてから、この小説かな、この小説で多分手応え感じて、お店閉めてるんやけど、それまでは小説出してるけどお店やってたみたいもんね。編集者の人がそのお店に取りに行ってたって言ったからすごいなんかこう、ああそんな行ってみたかったなと思って。ほんまやな。うん、だってめちゃくちゃジャズとかビートルズよう出てくるし、あとクラシックやとマルタ・アルゲリッチっていうピアニストがおるんだけど、めっちゃ俺も好きなピアニストだよ。すごい今の音楽の指向性が似てる気がする。だからジャズミュージシャンは海外の人もよう村上春樹読んでるね。だから英語に訳されてんねんね。そう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 、かなり訳されてる。うん、何十カ国みたいな、こう思ってたのと違うって思う人もいるかもしれないですが、元ネタはこういうイメージですよというお話でございました。あのシタールとか使ってさ、そういう、うん、なんかこうエキゾチックなもともと曲やん、インド系のかもしれないよ。ラグでね、椅子が一個もない。あはは、だからしかもそれにシタール使っててさ、そういう、うん、イメージでさえ書かれた曲なんかな。ああ、 そういうイメージ持ったけどね、一番最初に。でそのこれはシタールがすごい西洋文化に広まった、何やったっけ、あの人、ノラ・ジョーンズのお父さんやろ。そうノラ・ジョーンズのお父さんで、娘さんもやってはってさ、その娘さんの方をライブでニューヨークでライブで見たことがある。ラビ・シャンカール。ラビ、あ、だからラビ・シャンカーなんや。うん、ラビ・シャンカー。ラビ・コルトレインだったんや。そうそうそう。あ、そうなんや。やがて、それはジョン・コルトレインがラビ・コルトレインってラビの名前つけたって聞いたの気がした。あ、息子ラビ・コルトレインもね。ラビ、だからラビ・シャンカー。ああ、そうかそうか、そこも関係あんねや。ジョージ・ハリソンを弟子として受け入れてるんやね。そう、すごいよね。すごいな。うん、この人だからね、これこのアルバムで世界的に有名になった、うん、だとこの後でそのシタールとか結構疲れるようになったって感じ。ああ、そっか。だからそういうなんか異国情緒ある音作りだよね。そっか。ノラ・ジョーンズとアヌシュカ・シャンカル。アヌシュカ・シャンカか。うん、アヌシュカさんはなんかイボ兄弟みたいな。エクセスですね。60前後で授かった子であるためにって書いてあるよ。すごいな。まあでも確かにこの曲はもうほんまにシタールのイメージで、そういう部分があるよね、確かに、うん、だからなんかこうどうしても森を思わせてしまう感じがわかる気がする。楽器自体もそういうね、木とか森とかイメージさせる感じが、うんうんうん、そうかそうか。というわけで、もう一度ぜひ皆さんこれを聞いた後にもう一回聞いたらイメージなんかイメージが悪い方に変わってほしくはないけどね、こういう意味でノルジャンウッドっていうことですが、また聞き直してみたり本をぜひ手に取ってみていただけたらいかがでしょうかということで、今回は、ビートルズのノルウェーの森を解説してもらいました。深尾大川さんでした。ありがとうございました。